とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこのクエストが出ていたので、挑戦してみようと思います。これ75% HP が減少するクエストですね。デイリー2です。では、早速行ってみましょう。では行きましょうか。ちょっと2回目の挑戦ですね。一発目でもうゴール間近だったんだけども、最後の最後にナイトモード引いちゃって、で、さらにそのナイトモードの時にね、ダイナモのミスをしたのよ。あれ、ダイナモミスをしたら溜め直さなきゃいけなくって、もうそうなったらもう積むもんね。ダイナモが溜めれないから。いやーもう、時間かかる。一発でクリアできたと思ったのに、本当にね、ナイトモードは出なくていい。うん。まあ、別にその、敵の HP とかね、そういうのは増えてもいいんで、ナイトモードだけは、このハーフクロスボウのビルドではやめてください。マジで戦いにくい。多いな。多い多い敵が。じゃあある程度いけたか。てか多いな本当に。よし、まあ、うまいことこのね槍の戦いができていけば全然余裕で勝てるはずよ。ダメージもなくね。おいおい、あーなんかそこ場所が悪いって。 OK、 いけたー。キャプテンは全部探します。多分この左奥に一体ぐらいいそうな気はする。キャプテンいたー。ナイス。危ねえ。危ないって。危ないってばよ。よし。オッケー。何が、あ、違う。脅威だった。では行きましょう。あとはいないね。いないな。最初の難所に来ました。ここの強制戦闘がね、ちょっと場所取りが下手だったら死んじゃうんだよな。うまいこと場所取りしましょうね。ここら辺でいいかな。槍の戦い方をしていこう。あっ、やばい。危ねえ。ちゃんとこのね、壁を目の前に戦っていけば安全なんでね、こういう戦い方をして安全に行こう。おーおーおー、意外と攻撃してくるな。はい、あぶね。終わり。まだ、ああお前たちがいるのか。ちっちゃいから見えにくいんだよね。よし、オッケー、いい感じ。んで、ここね、これ嫌いなんですよ。ここ嫌い。特にね、マルチでね、ここやるときは結構嫌なんだけども、まあ、ソロだったら大丈夫か。来い！よっしゃー。こういうやつだわね、問題ないよ。うん。もう出る場所が分かってさえすれば、もうなんてことない。雑魚ですよ。雑魚雑魚。よし。OK。キャプテンまだいるかな。あっ、なこれマジか。トゲかなんかついてる。マジで。うわーうわうわ、再生トゲ帯電、これやばいだろう。ちょっと待って、これ倒せないよ。おー、あっぶねー。いやいやいや、地獄のようなエンチャントのやつがいたね。ちょっとダイナモ溜め直してから進みます。やばすぎ。うわ、嫌なやつがいるな。どこにいる。場所によってはちょっと戦いにくいよ。どこだ、戦いやすい場所でいてくれ。オッケー、そんぐらいだったらオッケー。よっしゃー。変な高台の上とかいたらね、マジやばいもんね。よし、いるかな。多分この先
一体ぐらいいそうな気はする。で、いてもいいけど、ナイトモードはやめて。さっきの繰り返しになっちゃうんで、ナイトモードはマジで、このね、ダイナモを溜め直せなきゃいけないんで、死んだ時は。もう溜め直せなかったらもう、どうしても死んじゃうわけよ。うん、火力が足りなすぎてね。なので、頼むから、ナイトモードだけは、勘弁してください。あれ、てか、いない？あ、危ねえ！危なぁ、死ぬかと思った。あ、いないわ。いなかったんですね。んで、またこの迷路か。嫌いだ。あ、途中でなんか、分かれ道みたいなのがあるね。お、危ねえ。無理して行ったらね、死んじゃうので、無理はせずに行きます。ん？ここをこっち側に行けるってこと？あ、いる！やった！何が出るかな？まだキャプテン1体だからね。なんかいい感じのやつが出てきてくれれば嬉しい。よし！脅威。いるのかいこれ。あ、いる！よかった！いるわ。敵のね、HP 自体はね、増えてないので、大丈夫なんだよね。倒すにあたっては。よっしゃー！いいよ。で、上も倒しやすいね。いいね。やばい。危ねえ。お前。こんなところから攻撃してくるなって。どこ？キャプテン。どっかにいるんだけどね。ん？うわ、危ねえ！しゃあ！あ、いた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 ！いた！キャプテンいた！ミスるなよ！ダイナモミスるなよ！オッケー！いい感じ！また脅威が出た！脅威3、神秘がなしだね。まあまあ、脅威で難易度は上がっておりますよ。あと3体出てきてくれるかい？どうだろう？迷路ゾーンクリアでーす。いや、まだ結構あるか。でももうゴールはほぼほぼ見えた感じでしょうね。ちょっと待ってね。ここら辺からね、ちょっと注意していかないといけません。うん、トゲとかが来たらもう終わるからね。まあ、一回来てるからね。トゲが一回いれば、またなんかね、いやすい気がするんだよね。トゲは勘弁してください。ああ、こっち側。いそう。おいおいおい！減るねー。これ無理。変更だ。危ねえ。変更でも、まあ一応ね、対応はできてるんで、大丈夫でしょう。こっち側にキャプテンいるはず。いた！ちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。あー、危ない、危ない、危ない。あぶね。マジで？倒しきれてない？よし。何が来る？ナイトモードやめろよ。プレイヤーのダメージが 20% 減少。まあまあまあ。大丈夫でしょう。嫌な音がするな。帯電持ちが絶対いるわ。帯電の音がする。あー！よっしゃ。いけいけ、おいおい、重力までついてた。危な、死ぬとこだったわ。危ねえ。ちょっと待てよ。もうここまで来たら死にたくないからね。おい、ガストがいる。どこだ？変な場所にいるなよ。変な場所にいると戦いにくいから。あー、危ねえ。ちょっと待って、危な、あぶねえ。変更持ちだ。あぶねえ。あぶねえ。変更持ちがいた。危ないって。危ないってばよ。よっしゃ。あぶねえ。あ、お前変更持ってない？よかった。持ってないね。あ
危ない。ちょっと待って待って待って、敵が多すぎる多すぎる。よし、ちょっと休もう。あぶねえ。多分ね、そろそろクリアだと思うんだよね。最後になんかいてくれれば嬉しいけども、いないかな。おそらくもうクリアは目前なんだよね。あー、先にもいないな。よっしゃ。あ、でももう最後の最後にね、ナイトモード引いても嫌だし。まあまあ、でもナイトモード、なんかダメージがあったぞ。あ、違うか、矢を食らっただけか。いた、キャプテンいる。多分この下の方だね。この下の方に間違いなくいると思う。あっぶねえ、死ぬ死ぬ死ぬ。あっぶねえ、デスバーターあったから生き残ったけどさ、危ないっては。あべ、あぶねえ、向かってきやがったな。なんだ、モブダメージが 160%、 大当たり大当たりです。あ、でももうクリアだね。うん、敵からダメージを受けると即死するレベルまでは来てるけども、あとはクリアするだけだから大丈夫。もうそんなに敵もいないだろ。おい、そうかそうか、強制戦闘があった最後、忘れてた。あぶねえ、このね、しょぼい弓一発でも死んじゃうんだこれ。ナット、よっしゃ、あぶねえ。ちょっと安全に行きますね。あぶねえ、あぶねえ、安全に行くぞ。あぶねえ、よっしゃあ、危ないってばよ。よし、オッケー、ナイス。はい、もう敵はいないよね。はい、ということでキャプテンは5体でしたね。75% HP 減少クエスト、クリアしました。この槍ビルドでは結構行きやすかったんだけども、さらにハープクロスボウがあると、安定するようになりました。戦いやすいということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。